皆さんこんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は岩組レイアウトの石をピッカピカにする方法について解説をしたいと思います。今こちら東京店の90センチ水槽なんですけども、エディの流黄石を使った、オーソドックスな岩組レイアウトです。山岳レイアウトとか草原レイアウトとか、いろんな呼び方があるんですけども、そこで皆様に1点ちょっとチェックしていただきたいんですけども、今ご自身の水槽に中に入っている石の状態いかがでしょうか。結構多くの方が緑っぽくなってませんかとか、ふわふわの苔がついてるとか。実は、この岩組レイアウトで石をとにかく綺麗に維持するというのは非常にレベルが高い技術となります。結構難しいんですね。我々プロにとってもやっぱりこの水草レイアウト水槽というのは栄養分が結構入っているので、常に苔との戦いになります。で、一番最初にやられるのがやっぱりレイアウト素材なんですね。流木レイアウトでもそうですし、岩組レイアウトでもそうなんですけども、やっぱりレイアウト素材が狙われると苔に、なので、苔がつきやすくなる。そこでじゃあこの水槽を今見ていただくと非常に分かりやすいんですけども、ほとんどね、微妙にこう目を凝らしてみれば、あることあるんですけども、基本苔ないですよね。やっぱり岩組レイアウトというのは特にこの流黄石の場合はそうなんですけども、石に苔がついたり緑っぽくなっちゃったらやっぱり台無しなんですよね。もうなんか見ていてこうストレスが溜まるというか、もう美しくないというかですね、テンション下がるとかね、いろいろとね、こう良くないので、今回はじゃあこの水槽のようにどのように対策をすれば、苔に負けないのか、石がピカピカの状態で岩組水槽を管理できるのかについてご説明いたします。重要なポイントというのは3つあります。まず1つ目は栄養、そして2つ目は掃除、そして3つ目は水質管理、この3つとなります。ではこの3つについて順番に掘り下げてお話をしていきます。まず1つ目の栄養、これが一番大きな問題なんですよね。水草レイアウト水槽というのは水草がある以上ちゃんと綺麗に育てないといけないので、しっかりとね、こう栄養を入れる必要があります。最初に使ったソイルの中にも栄養ありますし、かつそれだけでは不足してくるので、液体肥料の追加といった作業も必要になってきます。そこで栄養が多くなりすぎると苔が出ます。例えば流木とか石の種類でも溶岩系の黒っぽいやつとかだと、そこまでですね、苔が目立たないんですよね。多少出ていても目につかないので全然 OK のレベルなんですけども、この流黄石についてはものすごくこう明るい石なので、その分ね、爽やかなね、綺麗な水系できるんですけども、やっぱり苔、ちょっとの苔でもね、目立つんですよね。なのでその栄養管理といったところがものすごくシビアになってきます。少しでも栄養過多になってしまう、要は水草が吸収できる栄養量よりも多くの栄養が水中に存在してしまいますと藻類の発生を招きます。なのでそこの、このね、プラスマイナスのところですね、非常にシビアな管理になります。多すぎたら苔が出る、少なすぎると水草の育ちが悪くなって色合いも悪くなると、ここのレベルなんですね。このね、このバランスなんですね。これが非常に難しいと。で、液体肥料の使い方についてはちょっと基礎的な事項をマスターしていただいた方がいいので、今までに液体肥料を使ったことがない方、あるいは液体肥料の使い方がいまいちわからないという方は過去に詳しく解説をしておりますので、それについては画面右上に表示されているリンク先の動画先に見ていただいた方が良いかもしれません。こちら液肥のシリーズ順番にね、こういくつかあるので、1番から順番に見ていただいた方がいいかなと思います。で、その液体肥料なんですけども、通常はもう規定量とかで入れていただければ基本 OK なんですけども、少しでも栄養過多になると石に苔がついちゃうので、これについてはちょっと控えめに使ってください。最適量よりも少し減らした量で岩組レイアウト水槽の場合は管理した方が良いです。減らしすぎるとですね、こういった今パールグラスキューバパールグラスなんですけども、色が発火したりとか成長スピードが鈍くなったりということもあるんですけども、やっぱりそこのギリギリのラインを狙うよりも栄養レベルは下げ気味で管理した方が石は非常に綺麗に保てます。また魚の量や魚に与える餌の量も結構ね、シビアな管理が必要になります。
魚が多いとね、やっぱりその栄養が増えてくるので、コケがつきやすくなりますし、餌もやりすぎるとコケを招く原因になりますので、そのあたりも要注意です。で、二つ目、掃除。これも、めちゃくちゃ重要です。で、今一番の管理を徹底したとしても、やっぱり出ることは出るんですね、コケ。なので、しっかりと、ブラシで取っていく。これはね、地道な作業なんですけども、まあ、頻度としては週2ぐらいはブラシかけてもらった方がいいかなと思います。当店ではこちらの ADA のプロブラッシュハードという、ブラシを使ってるんですけども、先端が金属のブラシなので、まあ、結構ね、ふさふさ系のね、ヒゲ状のコケとかついても結構綺麗に取れるのでおすすめです。もう緑っぽく沈着したようなコケでも結構このブラシでゴリ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 すると、しっかり綺麗に取れますので、やっぱりこのブラシがけ、石磨きの作業とても重要です。で、次に3つ目の水質管理。これについては、この石ならではの特徴なんですけども、両石の場合非常に高度を上げます。水が硬水の方になってしまいます。なので、そうすると水草育ちが極端に悪くなります。キューバパールグラスについてもそうです。で、これキューバパールグラスについては、前回の動画で非常にね、ちょっと詳しく説明している動画ありますので、そちらの方をご確認ください。キューバってね、こう高度が高い方がいいって言われてるんですけど、実はそうじゃないよっていう動画なんですけども、まあ、こちらも気になった方は画面右上にリンク貼っておきますので、そちらの方からご覧ください。とにかく弱酸性の軟水にしないと、水草っていうのはもう一部の例外を除いてもうほぼほぼ大半が成長不良を起こします。なので弱酸性の軟水にすると、まあそういうことが重要になります。水草の育ちが悪くなると全然この栄養を吸収してくれなくて、全部苔に回って石がもう苔だらけになっちゃう。石がもう緑っぽく、もう緑のね、沈着汚れみたいなものがついてしまうということもあって、とにかく水質管理重要です。弱酸性の軟水にするために、水替えを行っていただくと、ただの水替えではなくてイオン交換樹脂、カチオンフィルター当店では使っております。浄水器を通して水を軟水化して、軟水で水替えをすると、まあ、そういったことをしていただくと弱酸性の軟水にキープできますので、水草の成長が旺盛になって、栄養分が水草の方に行くと。なので、石がきれいに保てると、そういうことになります。今ね、この3つのポイントを説明したんですけどね、やっぱりね、この岩組水槽でをピッカピカにね、維持するっていうのはね、やっぱ他のね、レイアウトスタイルに比べると難しいんですね。ただ難しいからこそ、こう、やりがいがあるというか、もうこの達成できた時の喜びっていうところ、満足感もありますので、ぜひチャレンジしてみてください。今ね、現状、もう両石がね、ドロドロになっている方でも、今の3つ押さえていただければ、十分復活の見込みあります。諦めないでください。はい。とにかく、諦めずに、いろんなことを試してみる。それでもダメだったら、またね、リセットとか違うことを考えたりとか、違うね、レイアウトスタイルにされたりということも、選択肢になるんですけども、まずはやっぱり挑戦していただくこと。何かトラブルが起こった時に、こうすればいい、ああすればいい。これはうまくいかなかった。でもこれはうまくいったとかね。まあ、そうすることによって、どんどん水草レイアウト水槽の管理技術というのは上がっていきますので、皆様も、こちら、わさび水草チャンネルの過去の動画にね、いろいろとこう、トラブル解決策ありますので、そちらの方見ていただいて、ぜひ軌道修正してみてください。はい、このような感じで、今回はですね、やっぱり最高難易度と言われる岩組水槽の、管理方法について解説したんですけども、今回内容に関連する、水草レイアウト素材、そして、関連アイテムなども下の概要欄に、一覧で、記載しておきましたので、よろしければそちらの方を参照してみてください。またね、岩組レイアウトを作るのって結構ね、この石のサイズ選びであったりとか、配置場所とかめちゃくちゃね、こう、ちょっと難易度高かったりするので、もしご自身で、ちょっとレイアウトのデザインを組む自信がないという方は、当店の方ではレイアウトデザイン提案サービスというものを行っております。皆様が理想とされる、水槽を作るためのレイアウトデザインの代行をいたします。詳細につきましては、下の概要欄に、サービス内容を、ね、載せておきますので、そちらの方もご確認ください。また、過去の動画で、液体肥料の詳しい使い方であったりとか、岩組レイアウトに、関連する、技術ノウハウであったりとか、レイアウトデザインのお話、構図であったりとか、そのあたりについても下の概要欄に、まとめておきましたので、もし気になる動画ありましたら、そちらから、クリックしてチェックしてみてください。
もし今回の内容役に立ったっていう方がいらっしゃいましたら、わさび水草チャンネル登録いただければ大変嬉しいです。またいいねマークでの高評価もいただければ大変嬉しく思います。今後もこちらのチャンネルでは皆様が水草レイアウト水槽を作るときにすぐに役立つような情報であったりとか、困ったことがあったときにすぐに解決できる動画どんどん公開していきますので、継続的に見ていただければ大変ありがたいです。ではこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。